巨大な反証が何かの壁の前にはあるのだ。大衆は神である。それは違う、神は。その先にあるのは、カルトか巨大な独裁者でしかない。自分自身、前にあるのは、しかし自分が語っていたように、萌えキャラかサイコロかテディベアか、そんな何か。昭和は、しかし、そんな幻想の中にあって、実際には、王の権威、昭和天皇の意向、それを土台にして、それ、が実際には、大衆、民意それを主眼としていた。そんな。未来を、なら、子供らの意向は無視できない。それをどう維持するか、という結果として、今の状況はでも、誰か犠牲になってくれ、私以外の。その場の、全員が、それを言う結果で、状況は硬直し、全体が衰退。責任は、あるいは、全体、へ向かうのだろうか。全体から、削っていく。表が窮地であるのは、相変わらず同じ。